動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。いよいよスーパースターズアドベンチャーが近づいてきたか。そいつもカリンカの動向の鍵を握っとるから、いち早く赤田丸の収録をもってスーパースターズアドベンチャーに臨む構えやで。ちゅうことで前回のあらすじをざっくりと見てみようか。どうやらカリンカはアイレンがユニバースになったことで春日の会場から逃亡したらしいけど、決してカリンカがユニバースに怯えてるちゅうわけでもあらへんで、同じユニバースにおいてアイレンはわけ違うてな。俺のもんがベースになっとるんやな。アイレンが特別強力なわけで、そいつにカリンカが怯えとるわけや。逃亡先で変なことをやってへんかったらええんやけどな。スーパースターズアドベンチャーが近い今の段階で、ピョンタプロデューサーからの以下のお願いを確認の上、この動画をご覧ください。にゃん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 、なんか聞き覚えのある声やな。誰かが近くにおるんやろうか。なんかのサボタールかと思うてたら、まさかのアイレンやったんか。わざわざ赤田丸にまで乗り込んでくるとは、なんとも都合のいい話やな。せやけど、カリンカは一度も赤田丸の線路に立ったことがあらへんのが実情やな。アイレンがユニバースになって以来、俺らもカリンカの姿を一度も見たことがないのだ。そうなんだんのにの前になってないのが、不幸なかの幸いってところだけど、今もなお不穏な気配を感じる状況が続いてるのが実情だな。ミラチケ帝国もまだこっちに上陸していないどころか、そもそもこっちに上陸しない見込みが出てきております。ミラチケ帝国が上陸してこない以上、逃亡先で対面すると思われる相手はおそらく東湖でしょうか。2020年の春頃にカラーズ陣営10周年という名目でこの地に立ったけど、インブイの流れもあってか俺ら赤田組のところにおったんだよな。だけど古い仕切り中高弾が月曜滝でカラーズ陣営10周年のなんかをやるのに合わせて君臨した以上、カリンカは言い逃れのできない石切り中高団の末裔だ。ユニバースが出てきた時に逃亡するのも無理のない話だろう。ちゅうてもあいつは20年前に果敢にスペートスに挑んだわけやしな。なんだかんだでカリンカって利害関係がかなり複雑なんだよな。古い石切り中高団の末裔にしてスペートスに挑むとか、なんかずれてるとしか言いようがないが、それよりもなんでカリンカはアイレンがユニバースになったことで逃亡を
図ったんだ。テリトリーを失ったからか、何も逃亡することじゃないはずなんだけどな。ハルヒの会場でのアルギョウが全て判明したことで行き場を失ったのが原因のようです。その中にはノーマルアット陣営や東湖ミラチケ帝国に関するアルギョウも含まれていました。逃げても無駄やねんけどな。パルナスアースやアースムーンがおるっちゅうのに。問題はハルヒの会場の再構築とカリンカの問題を一気に対処する打開策が出てこんかったところやったわ。アイレンちゃんの台頭でカリンカちゃんが逃亡、スターアットのユニバースがベースじゃね。カリンカちゃんもお手上げでしょうよ。さすがに東湖やミラチケ帝国に関係するアルギョウを死ねかしたら肩身が狭なってなるやろう。カリンカとのやりとりもあるから、新石切中高団との相互直通運転もカリンカルートがメインやろうと思われとった。せやけど、冷静に考えてみたらどうやろうか。今の赤田組がカリンカルートに力を入れるインセンティブがあるかって話やで。白樺姫が戻ってきた以上、カリンカルートでできることは俺らズンガリルートでもできる話だぜ。今のカリンカルートはズンガリルートの劣化でしからならねえ。今回の件もあるわけだし、急に解体再編すべしだな。やはりって言っていいんやろうか。新石切中高団との相互直通運転に関しては赤田組が主体でやる以上、メインがグラちゃんルートになってるわけで、カリンカルートをメインにするのはノーマルアット陣営の話やな。急の時は赤田組がパルナスに事実上の移行状態で、実質的にノーマルアットが仕切ってたようなもんやったけど、今回の直通運転は赤田組が仕切ることから、事情が2010年3月と完全に異なっとるわ。わがまごとノーマルアットで考え方が全く異なっておるもう。夢峰は比額をでっち上げたりしてたくらいにゃ、むしろその夢峰のやりとりも不戦になっておったやろう。その時から密かに計画があったな。石切中高団との相互直通運転、急の奴らはカラーズ陣営のトップだから、まずありえなかったけど、今は全く違うしな。そして今回の相互直通運転が、グラチャンルートをメインで実現するわけやな。雲林館やら松野やら、グラチャンルートが一番奥のターミナルを通るから、利用客も偏りそうやしな。ただ個人的に雲林館、春日の会場、火炎層を通るグラチャンルートの東高や系統がぶっちぎりで成果を出しそうな気がするで、カリンカの問題と春日の会場の再建中、大きな目的で設定したルートにもかかわらず不確な状況が目に見えてるで。火炎層の系統は目的がものすごく多いしな。だけど春日の会場とカリンカの問題の両方を一気に解決できるチャンスが巡ってきたわけだ。この直通運転が春日の会場の再構築とカリンカの問題に対する起爆剤となるんや。カリンカ対マドラスの20年にわたるバトルも今回をもって区切りがつくか、そこが一番の見どころやな。ちなみにグラチャンルートによる新石切中高団との相互直通運転やけど、当初は雲林館から京阪南に向かうルートに集約する計画やったんやで。それが沿線の調査をやったところ、雲林館、春日の会場、火炎層を経由する新たなドル箱のルートが構築できることが判明し、その他にも数多くの目的が見つかったことから新たに設定することとなったで、春日の会場の再構築とカリンカの問題を一気に打開できる起爆剤となるし、2023年にアイレンスイレンが開業する春日の会場をサンタシップの会場にできること、新石切中高団も新たにサンタシップに参加する予定があること、サードパーティのサステナ車両で新たな主役を起用できること、こいつは音の気のあるバトラーを想定してるで。東高野岩米線とかぐや海と展望圏の6年周期はこの直通運転に向けた整備が今回のメニューとなるし、この直通運転に合わせて沿線の再開発が活発になる可能性が見込まれること、2022年に25周年を迎えた夢路が今回の直通運転で特に火炎層が着目されること、そしてカリンカ VS マドラスに決着をつけることができること、これらを今回の直通運転に合わせて一挙に対処できるんやで。普通に考えるとものすごくイカれてるな。さすがはグラちゃんルートだぜ。それでカリンカちゃんの居場所がなくなったってところに行き着いたわけね。かといってカリンカがカナリアになったら、そのバトルが終わるツーンもほんまかどうかが怪しいんやけどな。
ちょっと待ちなよ。カリンカとマドラス、カナリアになった方が負けで、それまでバトルが続くってことか。本人たちもその事実が知られたらまずいってことか。もっとも、両方ともカナリアになったらバトルが成立しないから、誰も得しねえんだけどな。さすがにですよ。さすがにそのバトルの当事者で、明らかにカナリアになるようなサボタージュをやって、多くのバトラーを混乱させるというほど、カリンカちゃんが悪どいことをやらかすとは思えないです。ワンチャンでマドラスちゃんたちがとどめ打ちをした結果がカナリアってのもあるんじゃないかな。心当たりを言うならアースムーンの存在だろう。2027年5月の火炎層の下りがヒントだな。音の木がカナリアになる可能性、忘れられがちだけどスターアットたちもマドラス陣営に当たるからな。アースムーンがカナリアに変えるということはスターアットが直近でおるはずだ。しかもこれで厄介なところはカリンカがどこに逃亡しようとも遠隔でカナリアに変えるルテンやろう。逃げても無駄や中理由の一つでもあるで。やっぱりとどめ打ちの可能性があるじゃん。下手したらアイレンちゃんよりも怒ってたりしててね。アースムーンが一番やつの事実をつかみきってるんだろうな。カリンカの珍行動についてやけど、ケンジかジミーのどちらかやけど、なんかとんでもないことを言ってたんやな。音の木の最近やってきたバトラーですらぬるいレベルの問題児とか。誰のことを指してるのでしょうか。その問題児ですが、まあ俺らからしたら音の木のメンツはもんなみんなだけやから、むしろ懸案事項になりづらいかもしれへん。てかさっき言ったグラタンヌートレ使うサステナ車両のバトラーもその一角やし、それ以上にカリンカのやってることが醜いつうたらありゃしないってもんやれ。スーパースターズアドベンチャーが一段落した後なら、カリンカの問題行動をまとめ上げてる機会が出てくるだろうかな。わーわー、次の赤田丸の収録でこんな感じに規制を上げまくりそうだから準備しとくぜ。それさすがに俺も同じようなことになってまうかもしれへん。音の木の3組目の話で逃げ出すレベルの問題にちゅうことは何が起きるかわからへんしな。そんな準備で問題ないんでしょうか。カリンカ殿は2002年にスペートスに敗北して長い間亡霊になっておったはずやが、その亡霊になってた時にも数々の悪行をしでかしておったのやろうか。怨念となって各バトラーを翻弄していったってのが最有力だが、カリンカはどうなったんだろうかな。2020年まで何もないはずなんだろうがな。パルナスアースにも亡霊の時のカリンカのデータがインプットされてへんのやな。そうなるとカラーズ陣営10周年にあやかって君臨した2020年からが対象になるやろう。わずか2年の間にどれくらいの悪用をしでかしたのかが見どころなんやろうけど、さすがに期間が短すぎるから多分他のバトラーも関わってるやろう。特にノーマルアット陣営は一旦切り離したこともあるし、てか2017年以降ノーマルアット陣営を切り離してからカリンカルートを解体する計画があったんや。宇宙戦争が激しくなったことでノーマルアットが戻ってきたことと COVID-19 によって計画がだいぶと狂ってたように思えるがな。ところどころでその計画があったことが垣間見えるんやけどな。石切中高弾との相互直通運転もカリンカルートを解体してから実行する計画やった。グラちゃんルートがメインなのもカリンカルートを解体つもりだったかなのか、カリンカがおらん状態で解体してたら本人はどう思うたんだろうかな。少なくともカリンカがどうなってるのかはスーパースターズアドベンチャーで見た方が早いな。なんて幻だ。
知的界隈は基本的に裏切り行為を敬遠する傾向があるから、カリンカちゃんの行動が相対的に目立つはず。実際にどういうことをやってたかが知らないけど、なんとなくドレミファ学園とかを私物化しようと企んでたように感じたよ。ドレミファ学園の私物化、現地をする意識に通混乱の植民地にするつもりやったんやろうか。せやけど、ある日の海上は妹に観音船に席を置くグラチャンルートのターミナルやしな。どうやってある日の海上で悪行を知れかしたんかが見どころになるわなぁ。